たちと一緒に成長できる保育士になるというところはもう常に目標として自分の心の中にいつも思っているところです。子どもたちが苦手なことができるようになったりとか食べられるようになったりとかそういう成長を身近に感じることはとてもやりがいに感じます。私は産経育休を利用したんですけれども、復帰後もスキルアップに向けて、いろいろな選択肢を与えてくださったり、子どもの突発的なお休みにも周りの先生方の支えがあり、いろいろな対応をしていただいています。そこが良かったなと感じております。言葉を初めて発したり、できなかったことができたりと、喜びを身近で感じることができたり、行事などでは一つのことをみんなでやり遂げる、そういうところに感動しました。もちろん疲れてしまったり、大変だなと感じることはあるんですが、私は両親のサポートがあったり、無理をしすぎないように、自分の趣味だったり、好きなことを取り入れるようにしてリフレッシュをするようにしています。小さな発見や、感動がたくさん感じられて、そしてやりがいもたくさんあるお仕事です。また子どもたちと一緒に自分も成長できる場ですので、ぜひ皆さんも頑張ってくださいね。何個か保育所や幼稚園を経験してるんですけど、ここの保育所ではいろんなおもちゃがたくさんあったりとか、テープサートだったりパネルシアターだったり、毎日のお話タイムでいろいろ経験できるので、他の先生たちを参考にしながらできるのはすごくいいなというふうに思ったのと、おもちゃもいろんなものがあるので自分でいろいろ作ったりしながら子どもたちにも遊び方を教えていけるのでよかったかなっていうふうに思います。やっぱりできないことができるようになったりとか、昨日できなかったことが次の日になったらできたりすると、やっぱり感動しますし、成長を感じるなというふうに思うので、身近で感じることができるのがとてもやりがいを感じています。子どもも4月から保育園に行きだして、集団生活は初めてなので、いろいろと風邪だったりとかをもらっていて、熱が出たりとか咳が出たりとかしてお休みすることが増えたので、それに伴って家族、自分の親だったり主人のお母さんとかお父さんにサポートしてもらったり、旦那さんにサポートしてもらいながらお休みを時々いただいたり、保育園の先生たちのサポートをいただいてお休みしながら仕事するのは、やっぱ最初はとても大変でしたし、家に帰ってからも子どものお世話だったり、家事とかもしなきゃいけないので、それの両立は大変だったんですけど、いろんな方々の協力とかサポートがあったので、今はなんとかやれてる感じで、時間が解決してくれてる感じです。やっぱりいろんな人の協力があってできているので、そこはすごくありがたいなと思ってます。いろんな大変なこととか、人間関係だったりとか、大人たちとのこのほうれん草だったりとか、いろいろ大変なこともあるんですけど、やっぱり子どもと関わる中で子どもたちの成長が見えたりとか、感動することもたくさんあるので、子どもが好きな方はぜひ保育士を目指していただけたらいいなって思います。頑張ってください。園見学に行かせてもらい、園の雰囲気や園の行事、そして行事の一つ一つに先生方の魅力を楽しんで取り組んでいるということに魅力を感じ、ボランティアとして実習に行かせてもらったところ、短い時間の中でも丁寧に教えてくださったと先生方についていって、ここで一緒に仕事をしたいと思いやりました。
ください。パネルシアターやペットサークルなど実際に現場で使える教材をもっと作っておけばよかったなと思いました。特に私は大学ではパネルシアターを作る機会が少なかったので、ですが今働いてみて歌に合わせて演じるパネルシアターは特に子どもたちから人気なので、たくさん作っておくといいと思います。実際に今私は休みなどを使って作ってるので、たくさんあるといいと思います。はい、私は洋服が大好きなので洋服を買いに行ったり、そして映画や漫画を好きな漫画を見たりして過ごしています。好きな漫画、鬼滅の刃と、その今流行りの東京リベンジャーズです。私はまだ社会人としても保育士としても働いて短い、まだ働く期間が短いので覚えることもたくさんありますが、日々充実して過ごしています。実習など子供が大好きだからこそ辛い実習なども乗り越えられると思うので、ぜひ頑張ってください。朝や夕方の当番などありますが、ほぼ毎日定時に帰ることができますので、生活の時間もたっぷり取れるところがいいと思います。また福利厚生のサービスもありますので、今はなかなかコロナ禍でいろんなところにはちょっと行けないんですが、その以前までは、飛行機の券とかそういうのも取って、ちょっとお得に旅行したりとか、そういうのも利用させていただいたので、とても私生活が充実しているのでいいと思います。またコロナ禍ですが、研修もいろいろこうそういう機会をいただくので参加させていただいたり、そういう環境が多くあるというところがとてもいいところだなと思います。毎日こう難しいこともたくさんいろいろありますが、やはり日々の子どもたちの成長を近くで見ることができるのがとてもやりがいがあるところです。またこの先生すごい面白いなとか、子どもたちに思われてるなって思う瞬間がとてもやっててよかったなって思うところです。もういつの間にか気づいたら10年を超えているという感じですが、やはり1年目からの目標の変わらないところは、子どもたちと一緒に成長できる保育士になるというところはもう常に目標として心の中にいつも持っているところです。で、やってみたいことというのは、やはり10年経ってもやっぱり自分の中で苦手なところというところも、10年やってるからこそなんでしょうけれども、気づくところがたくさん出てくるので、やはり一つ一つそういう苦手なところを克服していくっていうのも今後も常にやっていきたいなっていうふうに思っています。今から私も十数年前は皆さんと同じ気持ちだったと思います。期待だったりできるかなっていう不安だったり、そういう気持ちでいっぱいだったと思います。でも千鳥保育園は長く勤めている先輩方がたくさんいました。なので私も気づいたら10年過ぎているという感じで、ここまで頑張ってくることができたのは、やっぱり周りの方々が支えてくれたり教えてくださったりしたからだと思います。もちろん辛いこと、楽しいこといろいろありますが、その中でも自分がこう嬉しい気持ち、感動した気持ち、そういうところを一つでも見つけてやりがいを感じるっていうことが長く続くこう秘訣なのかなって思います。これからこういろんな気持ちでこうワクワクしている方もいると思いますが、ぜひ少しでも自分のこうやりがいを見つけて長く勤めていけるような保育士になってほしいなと思います。頑張ってください。はい、毎年必ず給与の方が上がるので、それはとてもモチベーションにもなり嬉しく感じるところです。あと給与等で何か変更があった場合は必ず説明をしてくださるので、何に給与が与えられているのかと説明してくれるので、それを理解して受け取れるので責任も生まれてきています。
あと有給も使い切ることができるので、休みもきちんと確保できていいなと思っています。はい、子どもたちができるようになったりとか、苦手なものを食べられるようになったりとか、そういう成長を身近に感じることはとてもやりがいを感じます。あと保護者の方から先生の明るい声や笑顔に励まされて、楽しく投影することができましたと言っていただいた時はとても嬉しく思いました。はい、クロスバイクに乗って少し遠くまで走りに行ったりとか、あと近所を散歩して美味しいパン屋やカフェを見つけて、そこでのんびり過ごしたりとリフレッシュしています。それぞれの子どもたちに合った保育や保護者の方などのお話を聞いたりと、とても難しく感じるところもありますが、毎日先生方、他の先生方とコミュニケーションをとって楽しく過ごすことができています。毎日の保育に向かって保育の勉強など大変だと思いますが、ぜひ応援してますので頑張ってください。有給休暇を1日単位だけではなく半日、時間単位で取得できるので、子どもの人数によっては、午後に自分の好きなアーティストのライブに行ったりイベントに行ったりとか、あとは少し早めに上がって喫茶店とかカフェで自分の時間をゆっくり過ごせるような、自分の時間を使えるところがよかったなと思います。1年目の時に2歳児クラスを担任し、年中3まで一緒に過ごしてきたんですけど、その子たちが卒園式を迎えて、少しまだおしゃべりができなかった、なかなかできなかった子とか、あと少しやんちゃだった子が立派な姿で卒園式を迎えられていて、特に思い入れのあるクラスだったので、それはとても感動しました。で、今でもその子たちと帰り道でばったり会ったりすることもあるんですけど、その時にランドセルを背負いながら先生って笑顔で呼んでくれるので、その時に子どもの成長とか仕事へのやりがいを感じています。はい、リーダーでもあり中堅保育士として、クラスの運営に携わることも増え、クラス間での連携もスムーズに取れるように、職員間でのコミュニケーションを、よく取るように心がけています。また保護者とよく子どもの様子についてお話をする機会が増えましたので、子どもに園での様子を子どもの様子を分かりやすく伝えたりとか、情報提供の仕方とか助言についても、参考書を読みながら、今でもちょっと勉強しながら、活用しているところです。自分自身も就職活動をしていた時に、保育士は大変そうだななんて実習を通しながら思う時はあったんですけど、実際に今保育士になってみて、もちろん大変なことはあるんですけど、その都度先輩方から丁寧なご指導をいただいたり、アドバイスをいただいたりしながら、毎日学んでいくこともできますし、子どもの成長を近くで見守れるのは保育士ならではだと思います。なので、不安な気持ちもあるかと思うんですけれど、私自身は今保育士をやっていてよかったなと思っています。ぜひ素敵な保育士を目指して一緒に頑張りましょう。